初日にはキレのある追い込み足でレンガラミした4番の黒コーチ、後ろ6番の浜野咲希6番手、残り2周回6番の浜野は声援も味方に少しでも前進を狙いたいところ、最後方5番の渡辺ゆかり、ベテランならではの勝負感の見せどころです。バックストレッチで3番の加藤が7番の斉藤と距離を取り始めていまして、残り1周半体勢変化なく来まして、先頭7番の斉藤、2番手3番の加藤、その後5番手から内をついてきた4番の黒河内由美が先頭まで来ました。外を通りながら3番の加藤も発進して、黒河内、加藤、恵組み合った中で3番の加藤がやはり先行勝負で最終周回に入りました。3番手確保は7番の斉藤由紀で、その後2番飯塚智子の体勢だ。5番手1番の川地遥で、あとは後方2人は少し遅れ気味になって、6番の浜野、5番の渡辺、先頭逃げる3番の加藤恵組み、番手は絶好となって4番黒河内由美、斉藤由紀の内目から2番の飯塚智子が縦足を伸ばしてきて、さらに後方からは1番の川地遥も追い込んできましたが、逃げる3番の加藤を捉えた。4番黒河内由美、合輪2着、7番の斉藤由紀、3着には追い込んだ1番の川地遥です。